サウザンドオークスはアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部ベンチュラ郡に属する都市である。住民は通常 TO と呼んでいる。その地域を飾る多くの多くの木があったのでこの氏名を採用し、その首相にも多くの木が取り入れられている。2000年国勢調査による人口は11万7005人だったが、2010年では12万6683人と、 約8%増加した。サウザンドオークスは、コネホバレーと呼ばれる地域の中で人口が多い部分の大半を占めており、その地域には、サウザンドオークス市以外には、ニューベリーパーク、ウェストレークビレッジ、アゴーラヒルズ及びオークパークが入っている。ロサンゼルス軍とベンチュラ軍の軍境が、ウェストレークビレッジの西部を横切っている。サウザンドオークス市は、 ニューベリーパークと共に1950年代半ばにジャンス投資会社が創設した計画都市の一部である。ここに約1000個の注文住宅用地、2000個の一戸建て住居、地域ショッピングセンター、面積200エーカーの工業パーク、及びいくつかの地区ショッピングセンターが入っていた。住宅価格の中央値は約67万3000ドルである。 ロサンゼルス大都市圏の北西部に位置している。雑誌、マネーによる2006年住みたい場所ランキングに入った。サウザンドオークスとなった地域は昔チュマシュ、族インディアンが住んでいた。市のラングランチ地区にあるチュマシュ解説センターでは2000年前の洞窟壁画を見ることができる。文書として残る歴史は1542年にスペイン人探検家。 フアン・ロドリゲス・カブリロが、ポイントマグに上陸し、スペインの領有を宣言した時だった。そこは、スペイン政府からの土地特許を得た、広さ48,671エーカーの、ランチョエル・コネホの一部となり、コネホバレーの名前のもとになった。その後の50年間は、牛飼いの放牧地になっていた。19世紀後半にこの地域は、 ロサンゼルスとサンタバーバラの間の駅場車道が通った。1876年に駅場車用宿屋が建設され、この宿屋は現在カリフォルニア州の歴史史跡に指定されて人気のある博物館になっている。南カリフォルニア地域の開発者ジャンスケが20世紀初期に1万エーカーの土地を購入した。彼らは総合的な地域社会の計画を策定し、 その時の名前が現在の死を明確に表すものになっている。ジャングルランド USA は南カリフォルニアで最も初期のテーマパークだった。1940年代から1950年代にかけて野生動物が多くの人の目を楽しませた。テレビや映画の多くの制作会社がこの公演の訓練された動物を使い国民の創生、ターザン及び ロビンフッドの冒険などの映画の撮影現場になった。ジャングルランドはナッツベリーファームやディズニーランドなど競合相手ができたこともあって1968年5月に閉園された。その跡地にはサウザンドオークス市民芸術会館が建っている。サウザンドオークスは1964年10月7日に姿勢を敷いた。 実際にマスタープランのままに作られた数少ない都市だったので完全な計画都市として知られた。その結果、交通渋滞や大気汚染など同様な大きさの都市にありがちな問題は少ないが、1990年代から2000年代に北隣のムアパークやシミバレーにおける開発が進んで、ムアパークフリーウェイは朝夕のラッシュアワーにはひどい交通渋滞が発生している。 2008年に道路拡張計画が始まり、渋滞の大半を緩和している。サウザンドオークス市は、理想的な環境と位置にあることで、特に1990年代半ばから2000年代初期に、かけて10年足らずの間に、その資産価値は250%以上上昇した。ニューベリーパークが市内の生誕にある。この地域は、 ベンチュラ軍が未編入領域として管理していたが、ニューベリーパーク住民の投票によって、サウザンドオークス市に編入された。軍の中に泊まることを選んだ、唯一の地域社会は1960年から1965年頃に建設された、ニューベリーパーク最初の計画都市であるカーサコネホであり、また、市の西部にある昔の地区だった、林牧場である。 サウザンドオークス市は、ベンチュラ郡の中にある、ウェストレークビレッジ地区の一部も1968年と1972年の2階に分けて併合した。ニューベリーパークサウザンドオークスは、北緯34度11分22秒整形118度52分30秒、北緯34.18944度整形118.87500度、 3 4 1 8 9 4 4 1 1 8 8 7 5 0 0 2カネ金バレーの中にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は55.0平方マイルであり、このうち陸地は54.9平方マイル、水域は0.2平方マイル、水域率は0.29%である。サウザンドオークスには、中心街があるが、 住民の大半はこの商業中心からは距離のある郊外に住んでいる。北と西の林道路に近い大型住宅地域がスプロール現象の例であり、ベンチュラ軍の計画担当者はそのような現象を減らそうとしている。サウザンドオークスの地域は温暖であり、年間を通して地中海性気候あるいは乾燥した夏の亜熱帯気候にあり、 夏は暖かくて日照が多く乾燥し、冬は冷涼で雨が多い。植生は地中海性気候に典型的なものであり、丘陵部のシャパラルクサチと西側渓谷に多くの多くの木がある。標高は500フィートないし900フィートである。この地域は太陽からの冷涼な空気が丘や山を抜けてくるので、周りよりもいくらか冷涼である。 2006年3月10日と11日にはボニー山の頂上に雪が降った。これは地域では20年ぶりのことだった。2008年12月17日と18日にもボニー山に雪が降った。サウザンドオークス郊外の典型的な通りカーサカネホ、地域シャーウッドコイカは2000年の国勢調査による人口統計データである。サウザンドオークス市は 全米でも安全な大型都市の部類に入っている。毎年連邦捜査局が行っている人口10万人、以上50万人未満の都市に関する犯罪率調査で常に1位か2位になっており、近くのシミバレー市と競っている。これに匹敵するのは、ニューヨーク州アマースト町であり、過去12年間で7回1位になったとしている。しかしながら2018年11月8日に、 警察官を含む十数人が死亡する銃、乱射事件が発生した。サウザンド・オークス市は直接選挙で市長を選ばないことでは人口10万人以上の都市の中で数少ない都市の一つである。その代わりに市政委員会の委員が順繰りに市長になっている。市政委員会の過去の委員には弁護士で活動家の声ドマースリーがいた。ジュリア・ロバーツが アカデミー主演女優賞を受賞した2000年の映画、エリン・ブロコビッチの中で、アルバート・フィニーが演じた、弁護士が、マースリーであり、自身の地域社会を超えた認知を獲得した。今日のサウザンド・オークス氏は、大変積極的であるが、歴史的には、低成長志向の姿勢委員会だった。数多い多くの木を保護する条例とともに、 市の指導者層と住民は市を取り囲む保護された未開発の土地の間を誇っており、それが近年の土地評価額を上げている理由になっている。1万5000エーカー以上の土地が未開のまま保護されており、ここには全長75マイルの歩道がある。サウザンドオークス市の経済はバイオテクノロジー、電子技術、自動車、航空宇宙、通信、 医療及び金融の分野で雇用の大半をまかなう比較的小さな範囲の事業に基づいている。バイオテクノロジーのアムジェン、コングロマリットのテレダインテクノロジーズ、出版の政治パブリケーションズ及び半導体のスカイワークスソリューションズが市内に本社を置いており、バンクオブアメリカ、バクスター、ジェネラルダイナミクス、ベライゾンコミュニケーションズ、ベライゾンワイヤレス。 フォルクスワーゲン、アウディ、ゼネラルモーターズ、BMW、シルバースターオートモーティブグループ、およびアンセムブルークロスが、地域事務所を構えている。雇用数で多いのは、ロスロブレス病院医療、センター、コネホバレー統合教育学区、サウザンドオークス市、ハイアットホテル、およびカリフォルニアルーテル大学であり、これらは、市内に本部がある。以前は、ウェルプランや、 電話事業の GTE が本社を置いていたが、これらは、ベライゾンコミュニケーションズの中に入り、過去10年の間に本社を移した。市場調査の JD パワーが市内に本社を置いている。2002年4月11日以降の週末に、JD パワーは、アゴーラヒルズにあった元本社から、サウザンドオークス市ウェストレイク地区にある、現在の本社に、従業員を移し始めた。 サウザンドオークス、ウェストレークビレッジ及びアゴラヒルズの地域社会は、アメリカ合衆国商工会議所から4つ星認定を受けたことでは、カリフォルニア州でも数少ない大金ほばれ商工会議所が管轄している。サウザンドオークスの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用種トップ10は以下の通りである。サウザンドオークスの公共教育は、 コネホバレー統合教育学区が管轄している。多くの小学校と3つの中学校、サウザンド・オークス高校など3つの高校がある。この学区には、ニューベリーパークにあるセコイア中学校も入っている。ベンチュラ郡域のすぐ外にあるオークス・クリスチャン高校は、ベンチュラ郡内から多くの生徒を受け入れている。ラ・レーナ高校は、私立のローマカトリック系女子中高一貫校である。 市内の高等教育機関としては、カリフォルニアルテル大学がある。サウザンドオークス図書館システムは、州内で常に、良好な公共図書館に、ランクされている。この図書館システムは、市内にあるグラントアールブリムホール図書館、ニューベリーパークにある、ニューベリーパーク支所で構成されている。2006年6月に、床面積22000平方フィートの子ども図書館が、 本館に併設された。子供図書館の拡張で改良された子供のサービスエリア、3800ガロンの塩水水族館、静粛学習室、技術訓練室、子供のプログラミング室が追加され、子供用と政治に用のエリアで椅子や書棚の数が増えた。本館と司書の双方で無料無線インターネット接続が可能である。 スポーツでは10代の青少年が中心である。アメリカユースサッカー機構、アペックスサッカークラブ、ニューベリーパークサッカークラブ及びコネホバレー、ユナイテッドといった、クラブサッカー、コネホユースバスケットボール協会、コネホバレーサンダーアマチュアレスリング、ポップアーナーアメリカンフットボール、リトルリーグ野球、シフィフラッグフットボール、女子ソフトボール、水泳チームのリーグ、アイスホッケー、 さらには、ラクロスや、フィールドホッケーなどの競技で、毎年数百、数千の青少年とその父兄が参加している。1991年8月、サウザンドオークスのリトルリーグが、世界選手権に勝利したことでは、ベンチュラ軍で、初のチームになった。その2年後の1996年、そのシニアのチームが、国内選手権を勝ち上がった。 さらに2年後の1998年、ビッグリーグのコネホバレエチームが世界選手権で優勝した。2006年にもビッグリーグのチームが世界選手権で優勝した。ビッグリーグのチームは2003年と2005年には準優勝だった。2007年には国内で準優勝し、2009年には国内チャンピオンになり ESPN テレビで放送された。 プロスポーツでは、ジャックニクラスが設計した世界クラスのゴルフコースである、シャーウッドカントリークラブがある。このコースでは、毎年タイガーウッズが主催するトーナメントがある。マイナーリーグのサッカークラブである、ベンチュラカウンティフュージョンが、US セルプレミアデベロップメントリーグでプレーしており、近くのベンチュラ市を本拠にしているが、サウザンドオークス市内、ニューベリーパーク高校で、 ホームゲームを行っている。1970年代、カリフォルニアルーテル大学では、NFL のダラスカウボーイズが、合宿練習を行った。カウボーイズや、大学のキングスメンチームが使った大学の、練習場は2006年に大規模なスポーツ施設に、生まれ変わった。カウボーイズのクラブハウスは、現在もこのスポーツ施設の向かいに残っており、住宅に変わっている。 サウザンドオークス市はコネホバレーの中心部にあり、東にロサンゼルス市、西にベンチュラ市がある。市内をアメリカ国道101号線と州道23号線が通っている。国道101号線は市内を抜けてロサンゼルス市とベンチュラ市をつないでいる。州道23号線は中心街近くで、 国道101号線と接続し、北のムアパーク市とシミバレー市に向こう。この道が市内を事実上二分している。公共交通機関としては、サウザンドオークストランジットが、シャトル電車とバスを運行している。このバスは、市内だけでなく、近隣地区にも運行されている。市内には、他の同規模都市にはないような多くの快適さがある。例えば地域交通センターである。 この新しい施設からは、ロサンゼルス、オックスナード、ベンチュラ、シミバレーオービン、サンタバーバラ等をつなぐバスとシャトル列車が出ており、ベンチュラ都市間交通局、ロサンゼルス郡都市県交通局のメトロ及び、ロサンゼルス市交通部のコミューターエクスプレスバス路線が利用できる。ロサンゼルスなど、他の近隣都市からの乗り換え駅としてだけでなく、 サウザンドオークストランジットのバスターミナルとしても機能している。商業航空便は主にロサンゼルス国際空港から利用でき、バーバンク市のボブホープ空港からも国内線が利用できる。市内からは両空港に向けて、ベンチュラ都市間交通局、メトロ、及びロサンゼルス市交通部のバスで公共輸送を行っている。ロサンゼルス国際空港は、 市の南東約40マイル、ボブホープ空港は市の東約35マイルにある。最も近い商業空港は近くのオックスナード市にあるオックスナード空港であり、西に約25マイルである。しかし、この空港からはロサンゼルス市域しか出ていない。一般用途空港としてはカマリーリョ空港が市の西約15マイルにバンナイズ空港が 市の東25マイルにある。サウザンドオークス市は現在多くの革新と開発の計画を進行させている。修道23号線は6車線の高規格道路に拡張され、国道101号線は上級化されている。ジオークスモールはメースリッチ社が拡張しており、市の中心街はサウザンドオークスブールバード沿い市民アートプラザ近くの革新を計画している。 市の大変少ない地域では新築住宅が建設されている。現在の住宅建設主要領域はすでに開発された地域のインフィルであり、外への拡張ではない。サウザンドオークスの現在と過去の著名住人は次のような人物を含んでいる。サウザンドオークスの多くの木、ありがとうございます。